今日はこの左ピッチャーから盗塁をいかにしてですよ。ああ、なるほど。大事です。盗塁の一番のコツはやっぱスタート、はい、スタートの前に勇気を出す。そこで切る。でいろんなスタートの切り方がある。例えば左ピッチャーでよく使うのは牽制がこう続くじゃん。またもう牽制がないっていう、大体3球4球やる人ってなかなかいないよね。で3球来たらもうピクイチって言って、とにかくどっか動いたらもうスタート切るっていう、これギャンブルスタートがあるんだけど、今日はそういうことはさせない。ちゃんと癖だとか動作だとか見抜いて走る。で大体スタートをどのタイミングで切るかで、ね、アウトセーブは分かる。フライングだから、それを本物作ってやってやると思う。めっちゃ贅沢っすよ。贅沢だよ。ないっすね。ビジョンが持ってるか。はい。じゃあやってみて。よく見とけよ。はい。リードしない。今のが検出、ね。はい。はい。わかる。ちょっと前、一応交代、はい、先生から分かった、はい、第一図動作どこ、ホームのとこ、ホームのどこ、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 腕だ、腕だ、分かった。じゃあそれをやっぱ基準だもん、はい、やってみよう。いいよ。おい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 、はい、答え。おいや遅い、まあまあだけど遅い。もう一回やってみ。じゃあちょっと俺がやってみる。おお、スタートだけな。ちょっと分かったところがある。おお、早い。早かった。ちょっとした癖だね。顔でやってみる。癖があった、癖が。めっちゃ早かった。分かった。顔だった。顔が牽制の時は最初から全然違う。行くよ。もう全然。え？あそこで分かります？もう一回欲しいです、もう一回。いや、微妙なところがあるんだよ。分かった。足の歩幅。あ、じゃあお前やってみる。いや、やってみる。違うじゃないですか。いや、歩幅でやってみる。いや、すごいわ、言うたかった。打ち合わせしました。早く。いないが。すごい。めちゃくちゃうまいです。これで飯食ってたの。遠征も込みだぞ。すごい。こん中走るってことですかね。こん中で走らなきゃいけない。じゃあ教えてやる。ちょっと作戦変えて。この右足がちょっと一例がちょっと出ると、遠征なんです。微妙だけど、そのままだったらホーム。それで走る。本当すか。微妙だぞ、お前よく見とけ。はい、いやいや、機会がください。思ってたことでした。そうそう。じゃあホームの時はちょっと低く。ちょっと低く。やっぱそういう風にして見てる。これ初歩的だから。マジこれで初歩的なの。ボールを見ながら投入をする。何球かのうちに見つけることもあるし、またビデオに撮りながら研究をする。じゃあここだって。
て今何十回やってもらった時に、はい、これがあったよね。ちょっと微妙だけど、こうやって踏み出しやすいように前にするか、ホームに出すようにこっちにセットする。まあ2、3センチ、2、3センチ。ピッチャーってサイン見てセットに入るときに牽制するかホーム決めてるか、そこで無意識にこう見せて、今日はここで出すんです。わからない人はキャッチャーのサインがある。例えばこうやって座ってて、キャッチャーがサイン牽制してくれって言った時は、例えばこうやって出したり、こうやってバックに行ったりとかするんだよ。サインを出す。実は一塁ランナーでリードを取りながら顔だけピッチャー向けてて、キャッチャーのサインをバーッて覗いて、あ、これ牽制だなって、それで走れる時。そういう感じです。すごい。じゃあ洞察力、観察力、こういうものが必要だって。分かった。はい。先生、うわーんって書いてある。そうだったの。先生、すぐで飯食ってたの。いやもう本当に、もうプロ行かなくてよかったっす。いや、行けないから。サンタジオシンプル行けない。いやいや、パワープロサイズじゃないですよ。